ヒップホップスター、ビックリマンのメンバー5人が B-BOY のリアルな視点で痛快かつドープなトークを繰り広げます。聞くだけでポジティブになり、運気や健康状態が良くなると言われています。それでは、It's Showtime!聞きたくなってきた。いや、聞きたいよな。聞きたくなってきた。聞きたいっていうか、あのボタン、あのボタンどうやったっけ。クソダマでした。なんか聞いてきたな、これ。あれ？あれ？エクストラージオ。びっくりなんだ。エクストララージオ。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Do it.どうですか？ということで、本日収録しております7月10日。はあ、今日は来てませんが、神田田さんの誕生日。ああ、そして明日7月11日は天童さんの誕生日。俺で天童はいいのか、こんなとこで。え、油振ってて借りてえな。すぐ借りてえな。40前夜、40前夜、ついにこれで全員が40じゃない、俺以外全員先輩になっちゃったぜ。そうだな。そうだぜ。40になろうとしてます。まあ神田は38歳のままだけど。そうだね。確かにな。俺の勝ちだよ。あいつ後輩じゃん。あいつずっと後輩だ。2個下って。勝ち負けでしたか。天童はいつ生まれたんですか？時間、うん、あ、わかんねえ。わかんないんだ。知らねえ。知らねえの。マジ聞いたこともない。興味なかった、それが。人生半分損してます。マジか。なんか関係あんのかな、生まれた時間と。わかんないわかんない。全然わかんない。聞いたことなかった。7月11日。神田田とか昼間に生まれてそうだよね。確かにっぽいな。夜じゃなさそうだな。そうだ、何か関係あっかな。昼に生まれたら、みんな来るか来ないか。わかんねえ。どういうこと？みんな夕方とかさ、仕事終わりだったらさ、7時ぐらいに生まれたらさ、来んじゃない？来るか。仕事終わりのお父さんとかさ。そうだね。ね、確かに。同僚とかもさ、みんな来るな。朝10時とかだとちょっと来れないかもしれない。そうだよね。昼とかね。うん。来れないかもね。まあ俺は行くけど。そう、駆けつけ男。駆けつけ男がいた。駆けつけお祝い男。産婦人科に。とりあえず。知らねえ。知らねえ誕生に立ち会う。遠くから見て。泣いて。やべえ。なんかあの人、どちら様ですかって言われる。わかんないんですけど。誰でもないんですけど。悪い人ではないんだけどね。毎日来てるんだもんね。いいね、新しい。でもポンズ確かにね、俺ん家の子供生まれた時にね、来てくれたね。あ、本当？病院まで。あ、行ったり。駆けつけ男だ。駆けつけて。駆けつけた。思わずね。うん、駆けつけてくれた。すごいな。仙北町まで行った。来たわ。そこは行ったことないな、駆けつけたことは。駆けつけたってことないね。ないな。ないね。ないね、病院まで。その時が来たら、行くぜ。駆けつけ男、来るかどうか。駆けつけ男。そのために、ちょっと。来たー。頑張る。肩透かしが足切り落とした。大丈夫か。なんか今日の肩透かしの靴下、つま先だけ黒くて。おいおい、やめろ。腐ってるみたいだね。ほんとだ。この部分はまずい、みたいな。めちゃめちゃ最近買ったワークマンの。嘘。すごいね。腐ってるみたいだよ。おい。なんか演技でもね。前だけ血合いみたいな。おーっと。怖い。ブラック
ックジョーク。らしいわよね。さっきからブラックジョーク。指よりやばいぞ、ね。まあ誕生すればいいね。足もね。そうだ、はい、切れてもね。ピッコロのようにね。というわけでなんか片須賀さんが神田さんのために買ってきてくれたケーキがいくつかあるんですけど、このケーキはどうするの？お供えするのかな？いや食べようよ。お供えしたつもりで来る。命懸けで来るから。ね、チーズケーキ。命懸けで来るからさ。レアチーズケーキ真っ白。チーズケーキ3つとチョコサンド。チョコサンド。これを片須賀氏が一人。おいやめろ。イエーイ。インシュリン注射の。これぐらい今日はと思って。だからセブン行ってきますみたいな、なんかアピールしてきたんだ。あ、それでか。思ったより全然なかったな。いつもの何にも言わないのになんか、ね、今日はなんかいやいやセブン。もうちょっとで着くよっていうことを言いたかったんだけど、かと思った。エコだね。久しぶりだね、この。そうだね。あの、食べる会。食べる会。食べる会する。食べる会ですね。誕生会ですからね。でもやっぱり、神田玉だけど、やっぱ天童が今日は。うん、まあ、生きてるやつをね、祝ったほいでも喜び、まあまあ、生の喜びで、はい、オッケー、ね、そうだな、天童が選んだほうがいいんじゃない、ね、噛み締めるわ、うん、チーズスフレ、レアチーズケーキ、真っ白チーズケーキ、チョコ生サンド、やっぱ俺誕生日だから一番ケーキっぽいやつか、うわこれ、うわこれいいですね、これで、これのこれです。うわぁ、ラジオ、ラジオこれのこれって。リリリリリラジオ、ラジオチーズ系、チーズスフレ。選んだのうわぁ、はい。白いあの、三角にカットされてるやつ。やっぱり誕生日っぽいですけどね。ありがとうございます。ショートケーキではない。いいなぁ。これぐらどうするどうするもうやっぱ、いつものじゃんけん。じゃんけん。命がけの。命がけの。知りたくないけど決闘じゃんけん、どれが決闘じゃんけん、決闘じゃんけん、じゃんけんぽい、うわー、おー、負けた、ポンズと俺勝ちました、しきしょー、決闘じゃんけん、じゃんけんぽい、あー、ポンズ勝ちました、パーで勝った、じゃあ真っ白チームで、確かにね、結構迷うラインそうだね、俺も、うんうん、俺はずっと決めてた、おチョコ生サンド、ということはレアチーズケーキになりました、私、え、多分チーズスフレの方じゃないかな、うん、片須賀氏、これがスフレでこっちがレアチーズケーキのケーキのプロ見た目も分かんないのかよレアチーズケーキは白い方だと思うけど、多分そうか、スフレな、チーズスフレ、間違いなくそうだ、でも天童が白いの食いたいんでしょ、うん、とりあえず食うわ、白いの、白いの食って一口残して噛んだ、あと片須賀さんあげるわ、俺もそうしたおいおいおい、血糖剤、糖分大事だからな、血糖剤、糖分大事だからいいのかこれ食べて、食べて、ありがとう片須賀氏、食べて、うん、そう食べて自己紹介で、ああよし、一人ずつ食べて自己紹介すればいい、ああいいね、いいね、わかりました、じゃあ天童誕生日おめでとう、じゃあ、ありがとう、いただきます、うわうん、すっげえケーキ、食い方すごい、うまっ、うわ喉で食ってたね、口で言ったぜ、うん、も喉に当てる人だケーキを俺の誕生日の思い出は高校生の頃に神田と俺と慎太郎ってやつが7月9日7月10日11日12日っていう誕生日が連続で続いてたんだけど、3人でプレゼント交換をして俺に来たのはロナウドのナップサックだった、3人で誰が買ったの、わかんない、ロナウドロナウド、あのブラジルの方でしょ、ロナウドの顔がプリントされたクリスチャーノいなかったもんね、あの時は。クリスチャーノじゃない、ね。あの、大五郎、大五郎。そうそう、大五郎か。野人。今欲しいな、それ。前歯が出てる、ロナウド。やばいね、ロナウドってやばいね。それ当たりだろうね。あれ、神田からくれたんじゃなかったかな、確か。どこで買ったんだよ、そんなもん。忘れたな。ロナウド T 欲しいな。俺、確かスーファミのコントローラーあげたような気がする。それいらねえ。いらねえ。いらねえ。ロナウドの方いいな。あ、うまかった。
じゃあ次勝ったポンズくん。あ、俺か。いただきますかね。真っ白。真っ白。チーズケーキ。真っ白チーズケーキ。真っ白。新発売。おお。ケンちゃんラーメン新発売。古い。すげえ好きだったな。好きだったな。ケンちゃんラーメン。すっごい。うわ。お、いやすげえ、それは実は結構気になってるたね。それはうまそうだ。うまそうだね。結構小さいですね。なんかビラビラしてんな。うわ、ビラビラって。うわあ、うわ、ああ、剥けるんだね。これは、それはすごい。いぞ形が崩れない。なんか、はい、あれバスクチーズケーキみたいな形してますね。バスクチーズケーキ。濃そうだね、味が。想像してごらん。濃いんじゃないですかこれ。ちょっと高級なシューマイみたいな。あ、シューマイっぽいね。それを、かね、いただきまーす。何秒で味が入って。すすったー。吸ってる。コーン、ファーン、ファーンみたいな。サイレン、コーン出るようになった。ファーン。ラーン。ラが出た。いや高いね。ウキウキにうまいぜ。うわ。ポン酢です。おぉ。ラが出ましたね。ラが出たね。じゃあ、恵比寿吉和、いきます。チョコ生サンド。それもなんか。いくんだ。これ、190円ですね。そう、意外と。生チョコサンドじゃないんだね。チョコ生サンド。生のサンドなんだ。チョコ生どういうことなんだろうね。それ何サンドの生ってなんだ。どういうことなんだ。マジで気になるんだよ。まずチョコがコーティングされて中が全く見えないですね。すごい。あ、いいね。一瞬触っただけで手がすげえことになりますね。あ、エビス意外と指太いんだね。そうかな。お、男だから。俺指太い方なんだね。いや、なんか思ったより。それ女の子に言ってことだね。そうだね。激男に言われた。激ボス男に言われた。いただきます。うん、やばい。いや、今食う前にもう。いや、食べながら言ってた。歯刺さった瞬間ってたね。柔らかい。コンマ5秒ぐらいでした。ああ、うまい。あ、中はこうなってんのね。うん、中米ですね。ああ、なんかね。米じゃん。おにぎりでしょ。おにぎりでしょ。とにかくうまいです。全面に海苔あるおにぎりみたいな。なんだっけ、そういう、あれあるよね。ホームパイだ。はいはいはい。それの、高級、はいはい、感じ。あの、茶色い。エンゼルじゃなくて、うん、チョコパイ、うんうんうん。あ、チョコパイ。チョコパイだ。チョコパイ。もうちゃんとしたやつ。ちゃんとしたやつ。もっとすごいやつ。です。富弘です。イエーイ。うわ、なんだっけ。さあ、肩すかしの食べる命がけでチーズスフレでしたっけ。チーズスフレですね。普段こういうの最近食べてるんですか。食べてないですね。何日かぶり。あ、でも退院して3日後ぐらいにシュークリーム食ったの。食ってんじゃん、食ってんじゃん。食えんだ、ダセ。食えんだな。もらっちゃって謝れ。もらっちゃったからなっつって、アンジュさんからケーキ買って、あ、なんかケーキ屋さんにもらったってすごいね。お見舞いのお返しを買いに行ったんですよ。あの、いろいろあるやつ、うん、で行っていろいろ買って帰ろうとしたら、うん、シュークリーム食べますって、妻が聞かれて、えってなかなかない。閉店する直前だったの、うん、そしたらなんかこれいっぱい買ってくれたんでこれよかったらって言って2個くれて、あら、で帰ってもらっちまったから食うしかねえなっつって推しだね。すげえうまかった。もうこんなうまかったかっていうぐらいうまかったね。立ってたからね、病院でね。どんぐらい上がるか分かんないけど、そして今日はこれはおっと、いったドクター。ブラックジャック先生。死ぬの、死ぬのかな。味とかじゃないの。助かして、うまっ。命の危険を感じるの。誰も治ってねえ。やべえ、ふわふわじゃん。うん、よかったな。スフレだからね、うん、スフレ、うま
よかったよかった。神田天丼おめでとうございます。ありがとう、ありがとうございます。イエーイ、プレゼントは天丼ちまね。いえいえ、届けてください。お願いします。何もらいたい、何もらいたい、うん、いやなんか最近別に欲しいもんがね、うん、あんまりこう強くなりたい、ないけれ、うん、なんか昨日もなんかあの誕生日何食べたいって聞かれたんだけど、カレーって言ってた。カツカレー。カツカレー。確かにね、なんか気合い入れて作ってもらってもね、うん、寿司とかでもないから、うん、カツカレーテンション上がるもんね。そうだね、ちょっとね、うん、カレーは、うん、誕生日プレゼントね、結構俺物もらうのあんまり好きじゃなくて、うんうん、物増えるから。まあ、なるほど。昔なんか昔さ結構みんなでさ、うん、集まってさ誕生日プレゼント渡してたじゃん、うんうん、はいはいはい、10人以上集まって、はいはい、あったね。でみんななんか大喜利みたいになってさ、うん、いらねえような、いま、うん、だにやっぱさ家にあってさ、そういうのある、ね、捨てれないんだよね。なんか安いならないジャンベとかさ。ならないジャンベ、マジなんで、なんか毎年ドクロのやつ。あ、俺はね神田だからドクロをもらってた。それも捨てれないわけよ。ちょっと怖い、ドクロのやつね。お炊き上げ系だもんね。お炊き上げ系だよ、お炊き上げ。あんまりね捨てれないし、ね、そうだよ、確かにプレゼントだし、うん、だからティッシュとかいいね。ティッシュ、ティッシュ、ティッシュ、消耗品。あ、まあ確かにね、その方が嬉しいね、ありがたかったりするよね、うん、ティッシュ5箱、あ、5箱、いいね、5セット、5セット、あともう高級ティッシュ、うわー、あー、いいね、結構俺はそれをプレゼントしてるね。素晴らしい、それ気が利いてる、気が利いてる。スカシンチはあの新居祝いにゴミ袋だ。そうだな、ゴミ袋、助かった。ちょうどなかったから、すぐ欲しい。台、台の方、台の方。なるほど、それいいね。ね、うん、いいっすよ。みんなは何が欲しいですか？プレゼントだったら気になる。俺は本当にもらうとちょっと困ったりするから、嬉しいんだけど、わ、どうしようみたいな。何が欲しい？何欲しいか教えてほしいですね。メールとか送ってほしいよ。あ、気持ち？え、気持ち、気持ち、メールって何？ほらラジオのさ、あー、メールね、メッセージとかさ。何か大喜利みたいだってさ、マジなもん来ないよね。ああ、確かにね、そうだね、確かにマジなもんってないな。うん、この中だとやっぱレコードとか嬉しい、ポンとかくれたり、スカシとかも何とかくれたりする、はいはいはい、あれやっぱレコードとか嬉しいよね。レコード嬉しい、うん、確かに、ね、めっちゃ嬉しい。あれ特別枠だな。うん、確かに、ね、それは嬉しいですね。 B だしな、 B だしな、 B だしな、なんかなんだ今の。B ボーイ、そんなボケでもないけどね。そんなボケでもないけど、なんか被って2枚とか持ってきても面白いし、ね、まあ確かにレコードはね、あと何枚あっても、うん、熊谷来るから、あの、うん、スミレってあの石田純一の娘のスミレの曲があのカバーした、マッカチンさんがなんかあのプロデュースかなんだっけな、あの絡んでたやつが「黄昏のビギン」っていうカバーが出て、絶対買おうと思って買ったら「スカシさん!」って言われて「これ欲しいって言ってた!」って言われて「ああ!」ってなって、それも怖いよね、「ああ!」っつって「マジか!」って言って、その時マジで言えなくて、どうしようかなと思って年末のイベントの時にマイクで言ったって、持ってましたって。確かにこれ欲しいなってポロって言ったやつをね、買ってくれてたりして、それ実はもう買ってたみたいな。でも2枚あると超便利だから。めっちゃいいよ。めっちゃいいやつだ。ちょうだい。2枚。俺とトンネーじゃねえ。ちょうどでも誕生日に絡んだメールがちょっと1個来てたんですけど、ね、うん、いいすね、その奇跡ありますか。あのちょっと紹介しますね、はい、ラジオネームタッキナルディ、うわうわ、最近タッキナルディしか来てねえ。みんなどうした、ありがとう。ありがとう、くれーメール行くぜ。夏生まれなのに暑さに弱いパンナー童貞の
変態紳士テクノブレイカーズ大食い担当ダッキナルディです。まずもって片透かしさんお大事にしてください。私事ですが実の弟も糖尿の治療をしてます。私自身もアラフィフですがジャンクなフード大好き、暴飲改め暴飲暴食タイプ。しかも高コレステロール&中性脂肪777で主治医に777だからってラッキーじゃないんだからとして指導され気をつけなきゃと思いつつ、処方されたドラッグでブーストかけてるからいいよねキャピって夕飯前にビッグマック食べたりカップ焼きそばを買い食いして帰宅する日々を送ってましたが、ちょっと自粛しようかと思いました。さてそろそろ天童先生のお誕生日ですね。偶然にもタッキナルディも7月生まれなんで、うん、焼肉キングに行きたいと思ってました。さて皆様誕生日ってどのように過ごしますか。やはり年の数だけテキーラ飲んだりエゾエース飲んだりするんですか。というナルディさん、お相変わらずすげえな。相変わらずだね。相変わらずナルディさん武士がすごいですね。いい情報なんだっけ。分かんない。暴飲暴食のラインがすごくて分かんないから頭に入ってこない。あとなんだっけ、えなんだっけ、誕生日の過ごし方、まあ、過ごし方か、どうするんですかみたいなことでしたね。どうしてどうだろうね。今度はでも家族が、ね、当日ってなかなかないよね。今回は誕生日会はやるの、うん、誕生日会、まあ、夕飯食うぐらいだけど、あ明日に、明日、まあ、カツカレー食う、カツカレーそれで誕生日会、そうだね、それぐらいだね。誕生日か、意外とあれだよね、意外とビックリマンの LINE でさ誕生日おめでとうって送るよね。あそうだね、そうだね、確かにプレゼントまではいかないけどね。そうだね、ここまではいかないが、でもこの間ポン酢の時に誕生日おめでとうって送んなかったなって思ってた。共にいたよね。ああそうだ、朝なんだっけ、イベントだったもん、ね、イベントのママパラね、あママパラの方、ね、そうかその時か、そうだ、そうそうそう、最後に言ったんだよね、誕生日でみたいな、いやっつってお前言えやみたいな感じで終わる。言われた、言われた。で直哉がウェルシアのクーポンをあげるっていう。ポン酢ウェルシアとか行くみたいなさ、悲しての聞こえて、あいつの、なんでそんなこと聞くのかなと思ったら、ウェルシア あの買い物した時に、100円引きとかになるクーポンをあげてたっていうのが超もろくて。ちゃんとリサーチしてるのよね。チリマスター。あったな、マジで。さすがな、俺。めっちゃ笑ったよ、あれ。笑える。過ごし方ね。でも年の数今やったらやばいけど。やばいでしょ。やばいね、もう次の日生きてらんないでしょ。22歳の時それやったな。年の数の。マジ。やった。不評じゃん。やば。大で。大。え。マジで。22年。不良じゃん。不良だ。怖い。結構いけたね。いけた。その時は。今はでもないからね。22杯か。多分すごい少なかったんだよ。まあまあまあ、だったらまだ。まあね、お店も困るもんね。某バーのように満タン。某バー。某バー。あれ2杯で終わる。すごい。長いコップ出てくるもんね。長いな。長くて冷えてないやつ。まあ、染み渡る。殺人。あれはすごいね。コーナーが一気になんかガッてなる。あれって。そうか。まあね、この年になるとそんなに過ごし方ないよね。40だもん。うん。とはないね。もう俺もあの奥さんもその誕生日はもう何でもいいみたいな。普通の日だっていう考えが一致してて、なるほど、で近いんだけど4月でね、どっちも、だからまあ中間あたりで飯食うか2人とも過ぎた時に飯食うかぐらいで、当日はマジで何もやんないね。いいね、プレゼントもやんないしね、うん、お互いうちもなんかだんだんそうなってそういうそういうの一致がしてるね。おお、そうバレンタインとか、ああそういうのしない。はいはい、バレンタインじゃない、
しないな。お誕生日だからってね、なかなかかしこまってプレゼントって難しいよね。なんか旅行先で、あ、これめっちゃいいじゃんみたいな感じで買ったりするけどさ、うん、はい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 、何でもない時にあげたりするけども、ね、うん、でもこれってちょっと貧縮回答じゃね。何が、ええ、誕生日は言わへんや、あー、まあ、みたいな。憧れるけどね、俺そういう人にね。なんか毎年さ、誕生日おめでとうって言ってくれる先輩とかいるじゃん。そうですね、毎年俺こういうやつになろうと思う。全くできてない。カッツさんとかさ、できない。毎年、あとマリさんとか、うん、はいはい、マリさんとか曲を送ってくれるんだよな。はい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 、ね、あ、ああいう人になりてえと思うんだけど、無理っすね。もう40になっても無理なんで。今後も無理だ。そう、40歳になったら逆にやらなくなって当たり前なんだ。もっと若い時だったらそうね、んだけど、うん、まあでもうちは結構ガッチリやりますね。あ、そうなんだ。やりそうやりそう。あの部屋とかにキラキラのやつとかで、俺が絶対飯作るっていう。あ、まあまあ、どっかに行く パターンもあるけど、うん、俺が作ってマット化して作って、あのケーキに火つけて曲を YouTube でかけたら出てくるみたいなことをやる。いいね。いいそれ。いいね。っていう茶番をやってく、飯食う夫人です。あ、いいね。めっちゃいいじゃん。それいい。それめちゃめちゃいい、ね。片方が冷めてたら最悪だよ。確かに。もう今年やめねえみたいな。二人して楽しんでからやっぱいいんだね。片方冷めてんのやばい。はいはい、また始まったみたいな。毎年これやんのか。年2回あんじゃねえかよ。お互いやったら。やばいね。そうでしたか。もうこんな時間ですか。こんな時間だ。早かったな、時間経つの。そうね。天童もじゃあ。間もなく40歳ってことで、はい、天童さんなんか一言じゃあ、え、フォフティエクストララジオ。